表させていただきます。おはようございます。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。早速発表させていただきたいと思います。前段に、本市の最上位計画でございます第6次甲府市総合計画が来年度をもって、計画期間満了となりますことから、令和8年度を初年度とする第7次甲府市総合計画の策定に現在着手をしているところであります。今後人口減少、少子高齢化が進行するなど大きく変化をしていく社会への対応や地域社会を支える人づくりなどにつきまして、ふるさと甲府の未来を担う重要な計画に対しまして、多くの市民の皆様のご意見等をいただく中で、本市においても全庁的な体制で作り上げてまいりたいと考えております。今後、市民の皆様や各種団体の皆様にアンケート等の参加について募集をしてまいりますので、ぜひご協力をお願いをいたします。この第7次甲府市総合計画は、本市政の未来に向けた運営指針となりますことから、策定過程の節目などにおきまして、皆様にご報告をしてまいりたいと考えております。それでは本日の発表項目、4つの項目につきまして、お話をさせていただきます。まず1つ目、甲府市歴史文化交流施設の愛称決定についてであります。資料の1をご覧ください。令和7年4月にオープンを予定しております甲府市歴史文化交流施設が利用者の皆様から親しまれ愛着を持っていただくとともに華やかなりし小江戸甲府の歴史文化を分かりやすく今に伝えることを目的として7月19日から1ヶ月間愛称を募集したところ全国から343件の応募がありました。すべての応募作品を選考した結果、5名の方からご応募いただきました甲府亀屋座を愛称として決定いたしました。選考理由につきましては、亀屋座はかつて甲府がほとんど江戸と異なるところがないと言われるほどもうにぎわいがあった頃のシンボル的な存在であり、その名前を用いることで華やかなりし小江戸文化の歴史やにぎわいを多くの方々にストレートに伝えることができるといった点、また甲府という地名がついていることで県外の方々にも本市を PR でき、またひらがなで表すことで親しみやすさを感じられるといった点を評価したものであります。なお民営事業である飲食物販等施設につきましては事業者と協議をした結果小江戸甲府花小路に正式に決定しましたので併せて発表いたします。この名称に決定した理由でありますが、このエリアには甲府城の桜をはじめ四季折々の木々や花々が咲き揃う空間となりますことから花が一つのキーワードであり、さらに北口にあります甲州夢小路との関連性も生まれ北と南の回遊性向上につながると考えこの名称にいたしました。今後はそれぞれの名前を広くPR し、このエリアが甲府城と市内の各拠点をつなぐ新たな歴史文化のランドマークとして、回遊性の向上とにぎわいの創出につながる施設となるよう、来年4月のオープンを目指し、今後も整備を進めてまいります。次に2つ目でありますが、小さな命を新しい飼い主につなぐ子猫の浄土促進プロジェクトの実施についてであります。資料の2をご覧ください。本市では動物と人が共に生きる社会の実現に向け猫の不妊・去勢手術費用の助成や本市主催の譲渡会を開催するなどさまざまな施策に取り組み、昨年度は病気などのやむを得ない場合を除き殺処分がゼロとなったところであります。こうしたことから引き続きまして殺処分数ゼロを目指すため今回新たな取り組みの一つといたしまして一匹でも多くの子猫を新しい飼い主につないでいく譲渡に関する取り組みの推進や支援のためのクラウドファンディングを実施いたします。この譲渡に関する取り組みはボランティアの皆様の協力が不可欠であり、このクラウドファンディングを通じて
子猫の譲渡活動に献身的に尽力されていますボランティアの負担軽減を図るとともに、譲渡ボランティアの活動を知っていただき、その活動に理解と共感を深めていただくことで、ボランティア活動の裾野が広がる一助になればと考えております。クラウドファンディングの目標金額は100万円とし、10月13日日曜日から来年令和7年1月10日金曜日までの間、寄付を受け付けます。いただきました寄付金の使い道につきましては、保健所獣医師による猫へのワクチン接種等にかかる費用や、譲渡事業に協力するボランティア支援に要する費用などに活用してまいります。寄付者への返礼品はお礼状のみとなり、寄付者はふるさと納税制度による税額控除が受けられます。寄付金の申し込み方法につきましては、ふるさと納税総合サイトであるふるさとチョイスのホームページ、または衛生薬務課、ふるさと納税課の窓口での受付となります。このプロジェクトの取り組みを通じまして、多くの皆様の共感をいただく中で、人と動物が共生できる社会の実現につなげていきたいというふうに考えております。次に3つ目であります。3つ目は、甲府健康セミナーの開催についてであります。資料の3をご覧ください。仕事や家庭に忙しく、ご自身の健康づくりの優先順位が低くなりがちな働き世代の皆さんが、健康で元気なうちから健康づくりを習慣化できるよう、市内の企業、事業所の皆様に対しまして、甲府健康セミナーを開催いたします。本セミナーは全4回で、生活習慣をテーマとした講座と、その場でできるトレーニングに加え、参加者から事前にいただいた個別課題もテーマにするなど、より身近な内容で健康づくりの意識を向上させるきっかけづくりとして活用していただくほか、今年度は新たに企業や事業者の人事総務担当などの方を対象に、従業員の健康管理を経営的な視点で考える健康経営についてもテーマの一つに加えまして、会社ぐるみで健康を意識していただける内容としております。また今年度のセミナーはオンライン形式に加えまして、ご自身の体の状態を知っていただけるよう測定機器を用いた体測定会も実施するリアル形式とのハイブリッドで開催いたします。さらに当日参加できなかった方や内容を復習したい方のためにアーカイブ配信を行うほか、運動の習慣化につなげられるよう、ランチタイムに計8回、短時間のレッスンをライブ配信いたします。なお、本セミナーは10月15日火曜日から、市ホームページの予約フォームにて受付を開始し、リアル形式につきましては、先着順とし、定員なり次第、終了となります。ぜひ多くの企業、事業者の皆様にご参加をいただき、会社ぐるみでの戦略的な健康管理を実践することで、従業員の皆さんの活力向上や生産性の向上に取り組んでいただくとともに、健康づくりの習慣化につなげていただきたいと思います。最後に4つ目でありますけれども、秋のイベント第34回甲府大好き祭り、そして同時開催の第49回、甲府市農林業祭りおよび第3回甲府女性たちで作るマルシェについてであります。資料の4の1から4の3をご覧ください。小瀬スポーツ公園を会場として10月26日土曜日に、第34回甲府大好き祭り、第49回甲府市農林業祭り、第3回甲府女性たちで作るマルシェを同時開催いたします。まず甲府大好き祭りにつきましては、祭りを通じて市民の郷土愛を醸成し、多くの参加者来場者が楽しめる市民祭りとなるよう開催してまいります。祭りパレードでは音頭やビートトゥービート、音楽隊や子どもみこしにより祭りを最大に盛り上げていきます。
ステージイベントでは多くの市民団体や高校生の皆様にご参加をいただき、ダンスパフォーマンスや演奏など多種多様なステージで会場を盛り上げていただきます。また例年好評をいただいています甲府ふるさと大使のハローキティのスペシャルステージや天の会による和太鼓演奏のほか、今年は県内の高校生を対象としたデザイン画コンテストである宝石の町甲府ジュエリー甲子園2024決勝大会を実施し、最優秀賞に選ばれた作品はふるさと納税返礼品として商品化を予定しております。このほか会場内におきましては、お子様から大人まで楽しめる働く車の展示、山梨学院高校茶道部によるお茶会のほか、科学工作体験などの体験コーナーや、お祭りならではの食の満足感を味わえる多数の食品飲食ブースの出展を予定しております。次に農林業祭りでありますが、こちらでは朝採りの新鮮な農産物をはじめ、中見市上栗敷地区の直売所からのさまざまな特産品や、静岡県牧之原市の海産物の販売のほか、木工体験、農業機械の展示などを実施いたします。最後に甲府女性たちで作るマルシェでありますが、今年度より甲府大好き祭りと同時開催し、小瀬スポーツ公園芝生広場を会場に、女性が活躍できる場、女性の起業等のチャレンジの場として開催いたします。このエリアでは、アクセサリーや雑貨などのハンドメイド品、焼き菓子やパン、リラクゼーションやワークショップなど約60店舗が出店をするほか、甲府大好き祭りよっちょばりステージにて、山梨県にゆかりのある女性経営者によるトークセッションを、また会場内では親子で一緒に楽しめる言葉探しゲーム等を行います。ぜひご家族ご友人で お誘い合わせの上、心ゆくまで甲府の秋のひとときを楽しんでいただきたいというふうに思います。たくさんのメニューがありますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。本日は以上であります。よろしくお願いいたします。発表項目は以上でございます。それではまず発表項目の方からご質問をお受けいたします。ご質問につきましては、マイクをお使いいただき、社名をお名前の方にご質問をお願いします。それでは質問ございます方いらっしゃいますでしょうか。はい、NHK さん。おはようございます。 NHK の大崎です。歴史文化交流施設愛称の決定について、改めてになるんですけれども、愛称決定したということで一つの節目となりました。この施設がどんな施設になってほしいか改めて一言お願いします。はい、着工時から再三申し上げますけれども、開府500年記念事業を通じまして、武田三代の時代、あるいは職法時代、あるいは江戸時代、そして、明治、大正、昭和、そして戦後というさまざまな時代を私たちは学んできましたが、華やかなりし、小江戸甲府という言葉の通りですね、江戸時代に小江戸文化が花開いたということも事実でありますので、そのことをまた市民の皆さんにもお示しをさせていただける、そして市民の皆さんが楽しめる、あるいは多くの甲府を訪れる方々が楽しめる、そんなホールをですね、交流施設を作ってですね、この甲府城南側が、あるいはこの駅周辺が甲府市全体のですね、さまざまな活動のですね、拠点となれるような、そんな施設を作りたいという思いで作りましたので、いよいよ来年の春オープンに向けて着実に仕上がってきておりますので、楽しみにさせていただき、またこの名前をですね、市民の皆さんに知っていただき、また活用していただき、多くの皆様方に愛される施設になるようという思いを込めて、この名前に決定をさせていただきました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。その他ご質問ございますか。はい、三日目さん。産経新聞佐伯です。2つ、歴史文化交流施設なんですけども、まず花子寺の方なんですけども、こちらのテナントの入居状況というのはどうなりますでしょうか。
産業部長の方。花小路のテナントの状況でございます。こちらの方は、全18テナントございまして、現段階では、8割程度のテナントが埋まったというふうに、聞いております。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、もう一点なんですけれども、こちらの歴史文化交流施設を含めて、こちらの区画整理、スタートの時から、この華やかな石、栄養文化っていうことを大石さんの方で、おっしゃってるんですけど、これちなみに一時出典的なものっていうのはどこかにあったりするんでしょうかね。いわゆる、大石さんから聞いて、そう言われてますっていうことを、僕らも説明受けてるんですけど、なんかこう調べると、なかなかこう見つけられないので、もし、今すぐというわけではないですけども、今後歴史的にはどこで出ましたとかあれば教えていただきたいなと思います。後ほどでもいいですか、はい、柳沢義康吉田との時代、あるいはその後の文献の中でですね、今の若松町のところにこの神谷さんがあった、あるいは藤川宿の辺が中心になっていた この町が今の町が形成されていたという歴史の中でそういった話が出ておりますので、後ほどまたそれはお示しができると思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。その他発表項目ご質問ございますでしょうかよろしいでしょうか。それでは発表項目の質問以上とさせていただきます。それでは発表項目以外その他のご質問をお受けいたします。ご質問ございますか。はい、朝日新聞さん。はい、朝日新聞の米沢です。よろしくお願いします。衆院選について、ちょっとお伺いしたいんですけれども、15日に、もう公示でもう選挙戦が始まりますけれども、1区からは、現職2人、新顔2人が今のところ候補予定していて、出陣式とか演説会とかいろいろご案内といいますかですね、そういうふうなところもあるかと思いますけれども、市長にはですね、市長においてはその、どういうふうなスタンスでですね、望まれるのか、そこら辺のところについて、お伺いできればと思います。はい、急な解散総選挙ということで、さまざまな秋のイベント、あるいは投票所等の手配で、選管をはじめ、担当が苦労する中でですね、今、整いつつあります。そんな中で、いつも言ってるんですけれども、平時につきましては、それぞれからのご案内、あるいは私の方の、いろいろな活動のご案内も出させていただいているんですけれども、それぞれの衆議院議員の陣営からの、あるいは先生方からのご案内につきまして、できる限り、日夜つく限り、平時にはお邪魔しておりますけれども、選挙時には逆に出陣式はじめ、総決起大会とか、そういったものについてはですね、選挙時にはご遠慮させていただいているというスタンスを取らせていただき、私がどちらを応援するとか、そういったことも申し上げないということをずっと貫いております。以上でございます。はい、わかりました。はい、その他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは質問の方を終了させていただきます。それでは以上をもちまして、市長定例記者会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました。